はい、皆さんこんばんは。M ウェブコム1です。ですね、今日は東ハトさんから出している編みじゃがレモン&ソルト味をねレビューしていきたいと思います。これもね、会社の方々からちょっと噛んでしまったんですけども、いただいたものなんですけども、ではね、外観から見ていきましょうかね。こんな感じになっています。ではね、ここを開きたいと思います。ちょっと音がすいません。レモンの味がしないですね。なんで？レモンの味がしないですね。なんででしょうね。レモン&ソルトって書いてありますよね。しないっていう、なんでしょうね。もう味はやばくない。こういうね、なんか子供っぽいっていうか、こういうね、どうかなって見たんですけど、あるもので私いただいたもんで、まあね、っていう感じなんですよ。結果的にレモンの味は、あ、でも失礼しました、若干ちょっと味はしますね。今しました。場所によってちょっと味がしないことがありますね。失礼しました。ではね、今日は東ハトさんから出している編みじゃが、東やん東ハトさんから出している回だったんですけど、編みじゃがをご紹介しました。まあ、結果的にレモンの味はしますけど、しないこともあるので、なので食べる前によく振ってから食べた方が、しないともあると思います。じゃあね、今日は編みじゃがレモン&ソルトをね、ご紹介しました。ではね、最後に、言わせていただきたいんですけども、チャンネル登録と最新な動画、あとコメントなどあれば、よろしくお願いします。ではね、この辺で失礼します。